さあ、始まりました、個性があると言ってほしい、はい、第5回目でやってますかね。5回目だっけ。もう、ナンバリングを忘れ始めている、ね。そうですね、いろいろあってですね、ちょっと一周空きまして。そうなんです、すいません。お盆お休みをちょっといただいておりまして。そうなんです、まあ、私は私での自販機を回ってきましたので、うん、まあちょっと休みをいただいて、そろそろね、数が数えられなくなってきましたけど、多分5回目で合ってると思います。そうだね、はい。というわけで、まあ、沖縄会を挟みまして、うん、まあ、今回、この前ね、コインスナック富士、紹介したんで、うん、まあコインスナック富士はね、一番兵庫県の北の端ぐらいにあって、うんうん、まあ、今回は兵庫県の一番南の端、はいはい、淡路島じゃないんですけど、うん、まあ、神戸ですねのあたり、はい、それも芦屋とかあのあたりの、うん、にある自販機コーナーをちょっと紹介しようかなと思います、はい、石田恵蘭さんというですね、はい、卵屋さんみたいな名前なんですけど、うん、一応なんていうんですか、お弁当とか、はいはい、まあその他ちょっとした雑貨とか、うん、まあ、うん、なんていうの、昔よくあった商店みたいな感じです。で、まあ、お店の表に、まあ、自動販売機が何個かバーッと並んでて、その中の一つがうどんとそばの自販機と、うん、うーん、いう感じでございますね、はいはいはい。で、地図をちょっとね見てほしいんですけど、はい、この星マークのね、 Google でこの星マークがついてる、これが石田恵蘭さんの場所なんですけど、海沿い、埋め立て地なんですね、これね。あ、埋め立て地なの。埋め立て地ですね、埋め立て地で、もうちょっとこれね、西の方に行くと関空じゃねえわ、神戸空港とかあったりとか、はいはいはい、あとね、この芦屋とありますね、うん、芦屋市なんですけど、うんうん、すごい超高級住宅地っていう本当に数億円とかの超豪邸みたいなのばっかり建ってるみたいなところで、はい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 、はい、そんな高級住宅地がこの山手側にあって、で、うんうんうん、国道2号線ですねと、はい、この阪神高速っていうのがこうビャッと通ってるわけですけど、うん、これ、うんうんうん、この2号線よりも海側、吉田恵蘭側に行くと、もう本当になんかこう工場地帯とか、ちょっとゲットな感じの匂いもするようなちょっと地域ですね。あー、なるほどね、はいはいはい、あれだ、多分関東だと川崎とかが近いの、似てるかもしれないですね、うん、そうだよね、そうですね、あの辺りかなと、うん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 。で、まあ工場とかもいっぱいあるんで、この辺は、うん、まあ有名なのは神戸製鋼とかね、ラグビーだっけ、強い、あー、はいはい、会社とかあったりとか、いろんな会社があって、まあトラックとかも多いわけです、うんうんうん、でこの石田恵蘭ね、石田恵蘭がある、うん、この埋め立て地も、いっぱいいろんな工場がバカ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 立ってて、まあ、食品関係だったりとか、まあそれ以外のなんかこう工場、なんかいろんなネジとか、なんかいろんな作ってる工場とかいっぱいある中にポツンとこの商店が残ってて、で、まあ、トラックのね、うんちゃんとかがバンバン来て、うどんとかそばを買っていくみたいなお店ですね。結構味わい深い。いいね、で、この深江っていう駅があるんですけど、こっから降りてね、徒歩で行けるんで、なかなか公共の交通機関で行ける、その、懐かし自販機スポットは、うん、全国で見てもあんまりないので、うん、はい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 、大体ね、ちょっと人里離れたとか、うん、駅からだいぶ歩かないとないとか、
みたいなところだったりするので、あ、まあ、ここはまあ、あの車がない人とかでも行きやすいかなと、まあ、興味があったら、ね、まあ、行ってもいいし行きやすい、うん、まあまあね、レンタカー借りてとかはなく、ちょっと神戸行くついでに寄ってみるぐらいもまあできるちゃできますかね。歩くのはちょっとね、今の時期しんどいですけど、本当にあの、ね、ガンガン車が通ってる国道とかをこう歩いていかなきゃいけないんであれですけど ね、 あ、なるほどね、はいはい、でまあまあそんなうどんそばの自販機で、コインスナック富士はそばやってなかったんですけど、これはうどんとそばの両方一つの自販機で買えるやつですね。おどっちも買えます。今も買えるはず、まあ売り切れになったりとかしてることありますけど、うん、買えますね。でそばがこんな感じかな、この天ぷら、天ぷらがねズドンと乗ってるタイプですね。はいはいはい、いいねいいね。で本当に出汁とかも全く多分一緒で、麺だけうどんにっていうのもありますので、はいはいはい、近くに箸とね一味と七味唐辛子かなかなんかのこんなちっちゃいパックというかうんうん、やつがいっぱい置いてあるんで、好きなだけかけて、ちょっと多めにかけるといい感じです。ここはねいいですね、はいはい、はい、まあまあシンプルな感じで、だしの透き通り加減というか薄さは結構一番ぐらいかな。あんまりこの濃いだしというわけではなく、あっさり系の、そうだよね、ちょっと薄めぐらいなやつで、うん、まあこれ石田鶏卵っていうぐらいなんで、これお店は、うん、自動販売機は24時間なんだけど、お店はね、うん、多分昼間だけなんだけど、お店で卵を買ってきてこう落とせば月見うどんみたいになるんで、あーいいなー、そうそうそう、そういうのもカスタムできるっていうね、カスタム可能なんでね、これもちょっと面白いですね。であとここはね、うん、まあ今後多分たくさん扱うと思いますが、ニキシー缶表示、はい、というですね、なんかね事前知識でちょっとねタゴちゃんに聞いてたんですけど、はい、何なんですかこれは。これはね、まあ昔そのデジタル表示が流行る前というか一般化する前に一時期あった、うん、その数字をねこう表示するっていう方法で、このランプみたいなね、この缶の真空になってる缶の中にガスかなんかを多分満たすんだけど、詳しく忘れた、なんか多分アルゴンガスとかなんかを満たしたりとかして、その中にこう電線をねこうくにゃくにゃっと曲げて入れて、それでこう数字をペッ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 とこう点滅させるっていう、本当に一瞬だけ。このあとねすぐデジタル表示とかがもっと安くで作れるようになったりとかして、すぐに廃れちゃったんだけど、一時期この方法が最もポピュラーというか、デジタル表示で数字を出すときに最もポピュラーだった方式ですね。でなんかね特許とかがいっぱいあって、このニキシー缶には、うんうん、まあパテントとか言うんだけど特許、うんうん、ですね。でこれの関係でそのあんまりこう使われなかったというか、その特許で結構ねガチガチに固めちゃうと使いにくいわけよ。特許の使用料を払わなきゃいけないだ、はいはい、なんだみたいなのがあるから、それでなあんま流行んなかったらしいんですね。ああなるほどね。そうそう、だから結構レアで、でこのうどんそば自販機は結構このニキシー缶が使われてる割合があってですね、うんうんうん、デジタル表示のものは後期型、ニキシー缶のやつは、はいはいはい、まあちょっと前期型みたいな感じで、あそこにニキシー缶のやつがあったよとかみたいな感じで情報交換を行われたりとかしましたね。ニキシー缶のやつだから後期、前期型だねみたいな、マニアの間では言われたりします。はい、まあそんな感じで、まあ
これこのうどんそばの自販機とあとねカップヌードルの自販機もあったんだけど、うん、それは動いてたかな確か。うん、多分カップヌードルの自販機もあってぐらいなんで、はい、まあ見るもんそんなないんで周り工場とか、うん、なんであれですけど、周りにねセブンイレブンとかねローソンとかあるんだけど結構しぶとくここは残ってるので、うん、やっぱりねトラックのうんちゃんとか、うんうんうん、そういうまあトラック配送業とかだと、まあ9時5時とかじゃなくて例えば、夕方ぐらいに積み込んで、夜中走って、うんうんうん、次の日の朝付けで、荷物下ろすみたいなこととかもあるんで、まあ、そういうね、はいはい、うんちゃんとかが結構多分このうどんそばを利用するんじゃないかなと。あーなるほどね、うん、コンビニのご飯とかはどこ行っても同じでしょ、うんうん、基本的にお弁当のラインナップとかはね。でも、まあそうだね、これはねここ唯一なんでちょっと味に飽きたりとかするとここに寄るんじゃないかなと。はあ、はい、僕が何回か行ってますけどやっぱり結構ね地元の人かなみたいな人がおじいちゃんぐらいの人とかがフラッと買いに来たりとかしてましたね、うん、うどんを、うん、うどんそばの自販機買いに来てた多分近くの工場とかに勤めてるなんかベテランのおっちゃんみたいな人とかがファーッと来て、うん、ほんまにチャリンチャリンってこうお金入れてこううどんとそば買ってズルズルズルって食べてポッてふわってまたなんか行くみたいな。あーでも軽食としては最高かも、ね、軽食としては最高ですね。値段もねそんな高くないんで、300円とか聞いてなかった。300円ぐらい300予告なく変更されてる場合があるので380円とか390円ぐらいだった気がしますね。お手頃だね。お手頃ですね。割合この辺の価格帯が多いかなと思います。安いとこだと350円、うん、で中身にもよりますが、はいはい、高いところだと500円とかぐらいまでであると思います。で、うん、自販機の使用上、上限があって、うん、800何十円とかだったかな、なんかさあるらしい。なんかこれ以上の値段には設定できないみたいな上限がやっぱあるらしくて。あ、なるほどね。そうで、しかも自販機古いからこれ千円札とか入んないんだよね。あ、このうどんそばの自販機は千円札とかコインしか入らないので、多分ね、700はいくらだったっけ800いくらだったっけ以上にはなんか設定できないみたいな話を聞いたことがありますね。うん、でねこう外に置いてある自販機だから両替機とかもないわけですよ。で、うんうんうん、まあ一応ねこういうとこ行くときはちょっと多めに小銭を作っていったりとか、はいはいはい、うん、まあまあ横のなんかね自販機でジュース買ったりとかお茶買ったりとかして、あ、まあうまいことできてんなみたいに思う時もあるんですけどはい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 、はいはい、イライラせずまあまあそんな感じで回っていただけたらなと思います。近くにイケアとかもねありますんで、この石田恵蘭さんの近くでっかいイケアとかもあるんで、うんうん、そういうとこちょっと車でねみんなで行ってバーっとコストコとかで買い物してで、はいはい、まあちょっとこのうどんそばとか寄ってみたいなのもいいんじゃないですかね。いいね、うん、やばいね、コストコから自販機の振り幅っていう振り幅がすごいですけどね死ぬほど買った後にちょっとお腹空いたっつってコストコでホットドッグとか食わずにうどんそば食うみたいな。はい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 、はい、いやでもいいと思う。いいですよ、結構ベッドなね雰囲気もあるし結構好きです、うん、ここは雰囲気的には。いいね、行ってみたいな、はい、ぜひトラックとかで行っていただければ雰囲気がすげえ増すっていうそうね、僕は何かとかかけちゃおうかな、ね、僕は2回ぐらいのトラックで行ってますんで。ああそっか、2トントラックでここに行ってます、仕事上はいはいはい、やっぱそう雰囲気増しますからね、はい、ああいいっすね、はい、そんな感じで今回は、はい、まあ、神戸っていうか芦屋市なんですけど、うん、まあ石田恵蘭さんということで、
まあお盆とかもね終わっちゃいましたけど、またまた、まあまあまあ、いつでもね行ける機会はあると思うんで、機会の時に行っておいた方がいいと思います。古い自販機なんでいつ壊れてもいやおかしくないもん、ね、おかしくないんで、知らないんで、行ける時に行こうかなという、そうだね、はい、感じで、また、次回はね連休中に行った自販機紹介したいなと思うんで、お、はい、それもお楽しみに、はい、それではまた次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。